郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾芳郎でございます。金尾芳郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。はい、今日はですね、ゲスト金尾商店でございます。はい、店主の金尾芳郎でございます。よろしくどうぞ。イエーイ。売り子松下ご主人、こんにちは、よろしくお願いします。番頭、はい、誰だっけ渡辺隆史、はい、よろしくお願いします。どうも。ねえ、まあ、T シャツまたなんか新しいんじゃない、はい、それかっこいいよ、ね、新作の。あ、これでちょっと儲けようかなと。すごいね、いいね。T シャツのスポンサーがいるんだって、いいね。T シャツ、羨ましいね。T シャツ、ね、全てのスポンサーがついてるんだ。えらい。まあまあ、素晴らしいね。私たちも欲しいね。うん、いや、私たちもなかなかね。ついてますよ。ついてるじゃん。ついてるじゃないですか。スポンサー番組にね、いっぱい。いっぱいね。うん、おかげさまで。おかげさまで ね、 、うん、ね、まあ、それあっての私たちですから ね、 ね、まあ、金尾さんにですけどね。いやいや、それはちょっと長い年数かかりましたよ。そうですよね、うん、そりゃそうでしょ、うん、そりゃそうですよ。もう今こういろんな時代を乗り越えてきて16年にわたって、はい、ね、今年で17年、ね、7年目になりますよね。すごいですよね、うん、おかげさまで皆さんありがとうございます、ね、これはでもね、5年以上続くと長寿番組らしいです。あ、本当、ね、そうですか。もう大長寿。確か川崎 FM、まあ、早い。開局23年か24年ですよね。うん、7年。23年ね。27年だって。ね、あ、27年っていうことね。そうですよね。ということでね、うん、ということで今日は金尾商店、商店、ね、金尾商店というのはうちのあのおじ、あの要するに、ね、祖父、うん、祖父が商売をやってた店ですね。金尾商店というね、上りもハイセンス金尾じゃなくて、うん、その後にハイセンス金尾になりましたけども、ハイセンスっていうのはなかなかね、でも当時はハイセンスだったんでしょ。当時はハイセンスだったんでしょ。ハイセンス金尾のマークとかあったんだから、ね、あ、そうなの。その袋もピシッとあって、へー、かっこいい、かっこいいね、うん、ハイセンス、だからハイセンス、ハイセンス金尾、能形よ、能形にハイセンスとかつける人がいなかった、うん、店はなかったから。あー、でしょうね。 なんとか商店とかね、そういうのばっかりでね、うんうん、まあ、いやいやいや、そういうこともいろいろありましたけども、今日は、金尾商店、まあ、行きましょうか。なんか行きますか。で、はい、先週ね歌えなかった、今まで歌えなかった曲とかもたくさんありますので、うん、そういう曲を中心に行きたいと思いますけども、ね、先週のリクエストで松下さん先週歌いそびれたんじゃないの。いや、そびれたんじゃなくて、お話がちょっと尺が長くてですね、あの、しりきれるになってしまったというね、うん、私のせいではございませんけど、ね、じゃあ松下としみの曲かけてみましょうか。え、曲もね、あの、これ、これ何年前か、30、いやいや、もう何年前か忘れましたけど、あの、ジプシーっていう曲でデビューして、 B 面の方が好きなのね、私結構。あ、 B 面いきますよ。あの、 B 面のタイトルなんですか。上海クラブ。上海クラブ、じゃあ、西田としみ、上海クラブ。お、意識を受け
へぇシェイ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 上海してますねシェイシェイこれテンポこんなに遅かったんだね遅かったですね原曲聴いてなかったから、うん、もうちょっと早く一緒にライブで、あ、ライブじゃなくてラジオでやったことあるよね、確かあ、ありますね昔ね、うん、あ、そうなんだ結構本当に滝野英二さんの、はい、A 面もそうですよね滝野英二さんといえば作詞家作曲も両方やられますよ ね, すね素晴らしいよね素晴らしいです昔だからあのフィンガーファイブとかもそうなんです、うん、演歌だけじゃなくてそれはあの訳詞ね訳詞とかも最初あのキョンキョンとかマルシアヒットしたねなんかねマルシアさんは振り向いて横浜その時ちょうど私もレッスンで帰ってて今こういうブラジルが来たこの女の子やってんだよねって同時期ちょっと早いですけどね向こうのあ本当出た、うん、デビューの時マルシアのデビューが彼女の方が早かったけどですけどあそうなんだその頃ねレッスンに通っててそうですねそうはいありがとうございましたいやいや滝野英二さんあのいい演歌だけじゃないんだねうんいい曲でしょそう、ね、いい哀愁があるでしょだからこれ結構あの今かけながらお話聞いてたんだけどもそうそうそうあのかなりこうなんて かわいそうなっていうかじゃ昔ね中国のそういう映画かなんかね、うん、映像を見てて、うん、この曲を作ったってだから自転車こいで大下げのとかこのレンガとかね、うんうんうん、その燃え落ちる風景とか、うんうん、そういうのを見てすごく温めてて、うん、私がもらった時はもう10年以上前からもう出来上がってたの、まあ、そう出来上がってて、うん、誰にもこうまだ渡さなかった曲を、うん、私がくださいって言って、うん、ぜひって言っていただいた曲ですそうなんだねそうなんだすごいねもしこれキョンキョンが歌ってたらすごいヒットしたんだよね責任感じますねいや結構ね俺もそういう、うん、あれあるよありますか、うん、だからちょっとそのこの間のシャネルズとかと同じ、はいはい、カセットかけたけど、はいはい、シャネルズとか、はい、佐野元春さんとかね、まあ、いろんなとこでオムニバスが出たじゃないオムニバス、うん、オムニバスね、はい、それでその時に例えば東京トナイトでやったんだけども、うんうん、実は作家が書いたあの作詞作曲の歌があったのよそれ作ってもらってたのよ、はあ、もうそれこそあのなんだっけなどちらかというとチェッカーズとかさ、ああチェッカーズとかのがその後にデビューしたんだけど、うん、その頃でいうチェッカーズの、まあ、ドゥーアップじゃないんだけども、うん、それのポップス版みたいな曲があったんだけど、うん、あのバイバイツイストっていうんだけど、お前一回かけたそうそうあのそれそういうバイバイツイストって曲、それがシングルになるはずだったのをやめたんです俺が反対したもんだから売れなかったひょっとしたらそれをしてたら売れてたかもねっていうね話はあるんだ、ねうん、話はあるけどねたらればですからねそう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 、うん、たらとレバーはダメですいやレバーはね俺食べなきゃいけないそうだねタラもいいのいや、うん、そうそうあのレバー食べなきゃいけない何の話してんだよ、まあ、そういうのいっぱいありますめでたい話があります何ですか俺あの肺がんでねあのステージ4だったんだけど、はい、昨日4回目の抗がん剤治療したんだけども、はいはい、CT 撮ったらがんが消えてました、マジで10センチ10センチのがんがほとんど消えております本当にすごいあるのね、いやあのね、あ聞くんだねいや考え方一つねちょっと変えたのよね、うん、あの、うん、がんも初めてだしそのそりゃそうでしょ それで、ね、あの外科手術、うん、肺じゃなくて最初そのあ小腸と大腸はね、うん、あのがから出血とかしてたん で、うん、でそこ10センチとか15センチあったんで、ね、それを先に取ったで偶然手術ができて、うん、はい。それで命を救われたんだけども、それからまあしばらくして肺落ち着いて肺をしましょうということで転院してるからステージ4になったんだけど、うん、あのもう治らないって言われてたのよ。で抗がん剤治療をずっと ね、専門用語でがん抗がん剤治療って叩くって言うんだけど、その要するにモグラ叩きみたいな出てきたら叩くっていうことを繰り返すしかないですよって言われたわけ、うん、最初ね先生に、うんでいいけどもあの僕の楽しみはねやっぱ歌ったりとか笑ったり、うん、そのラジオやったりライブをやったりすることを、まあ、仕事もそうだけども
あのそういうことをしながらあのサポートしてくれますかって言ったら快く受けてくださって、うん、通いでできるようになったわけよ、うん、で昨日もあの通院で1日行って、うん、あのなんだっけあの点滴でやるの、うん、まあ3時間ぐらいかかるんだけど点滴で、うん、でいろんなあれをそしたらねもう1回目だんだん回を増すたびにちょっと副作用は強くなるのね、うん、どうしても、ね、でちょっと今きつかったりするんだけど、うん、副作用はほとんどなかったのよ、うん、1回目2回目それでもうがんが少しずつ消えていってたのね、うん、昨日見たらほとんどなんかない感じになってますねとか言ってそれでまあちょっとまだね、うん、他のところも見てみないといけないんだけども、うん、とりあえずね、抗がん剤はちょっとストップかなっていう。あもういいんだとりあえずしようかなと思ってね。すごいね本当にすごいね最近のそれで俺考え ついこないだじゃんね。そうそうそう具合悪くて5月だね。5月手術ってだから2週間しか入院してないもん、ねね、で1週間外科手術で入院して、うん、1週間はあれ抗がん剤、うん、最初のね抗がん剤の時ちょっと入院してたのね、うん、でもまあやっぱりがん細胞っていうのは自分の中で生まれてきてるわけじゃん、まあね、で自分の中で生まれてきてるもんだから、うん、やっぱり自分の考え方を変えると、うん、いや共に生きるっていう、うんうん、がんとね、うん、そういうふうに思うとなんか多少辛いことでも我慢できるわけよ、うん、それでやっぱりなんていうかながんはもう叩かれるけども、うん、いい細胞ももちろんね、まあ、叩かれるわけで、うん、それは全部自分の中の問題、うん、だからそういうふうに考えると楽しいこととか、うん、笑うこととかそういうのは自分でできるじゃん。抗がん剤はもう昔から比べたらものすごく進歩してるからね、まあ、今ね、もうそれの力がほとんどだと思うけども自分でできることっていうのはあるわけでしょ、うん、そうするとね先生もびっくりするぐらい早くどっか行ってくれる、ねうん、すごいね、うん、すごいよ本当にすごいでしょ。これ俺はほんと全くその治ったら本書くから、ねうん、それちょっとやばくなる。俺が それしながら本当はどういうストレッチをしてたとかどういう体操もできないぐらいきついんだから、要するに血液作るところも破壊されるからね、うん、だから貧血になるわけ、ね、まだちょっとあるんだけど、うん、だからその時何を他に何を飲んでたとかあるわけじゃん。それ出して。そうそう、誰も知らなかった抗がん剤治療。やだって。やだって言われてもね。いやいや、でもまあ良かったじゃないですか。だからお金結構かかったんだから、お前。元で取らないとな。それそうだ。ということでね、歌おうよ。歌おう、歌おう。ラスタイムブルースやろうかな。あこれはねアルバム42年前 のこれもよく歌う曲でたまにリクエスト来る曲ですね、うん、ラストタイムブルース、42年前に作った曲かな、はい。お前の寝息を背中で聞いて別れのドアを出て行くよ。夜明け間近の風が歌う、oh, oh, 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 oh. Last time blues。 目覚めたお前は涙も見せず写真を焼くだろう。最後の恋になるはずが、oh, Last time blues。 Pardon me、 お前に罪はない。
にお前の匂い染み出すカーブ借りてくよ寒い心に巻きつけてもはい、金尾石郎ラストタイムブルースでございました、ね、ちょっとあのコードがあのさまよってましたけどなんかね泳いじゃってね、うん、入るところもいやちょっといろいろね考え事そうそう考え事しながら歌う時もあるんですけども集中してください、はい、お便り読んでいいですか、うん、はい、お便り行きましょう、ね、まずトップバッター、うん、高知のカメハメハです、うん、トップファンバッジありがとうございます、はいはいはい、とりあえず専念して治療してください、はい、また金曜日にラジオで元気な声を待っています、ありがとうございます、ありがとうございますね、いつもね、それからですねこれ行きましょうかね、皆さんこんにちは、高知と言ったら今度高知行きますね、あ行きましょう、10月23日、はい、10月23日高知のパラダイムっていうお店でね、パラダイムっていうね、はい、あの僕生まれて初めてですけど、ね、高知ね、四国が初めてなんでしょ、四国初めてよ、俺も行ったことあります、本当、うん、まああんまりね行くあれがないとね、ま、とりあえずね今回あの菊田俊介さんの、はい、ゲストであのちょっと無理やり入り込んで、うん、四国ツアーのね四国、それでまあ、あの今後ちょっとねいろいろ行くことになると、うんかもしれないので、あの顔見せっていうことでね、うん、いやお酒とあれでしょ飲みたいんでしょ、いやいや高知といえばえステージ4飲んでいいの、え飲んでないんですか、いや飲んでます飲んでますそれで治ったんじゃないの、まあ、酒が良かったっていうこともあるかもしれないお酒は別にいいんですか、その先生に 言ってもいいですよ、あいいんです、あいいって言われました、本当ですか、うん、僕の場合はほら全てやめてしまえば、うん、ただねタバコをやめたんだけど、やっぱりあの俺の場合抗がん剤打つとね、あのすぐ喉が枯れちゃうんだよね、でだんだんあの、うん、だんだん取れてくるんだけども、うん、取れてきた頃にまた抗がん剤あそうだよ、ね、するからものすごくそれがちょっと嫌になる、だから抗がん剤嫌な人の気持ちもすごくわかるよね、あのもう一回一から作り直さなきゃいけない、ね、免疫力もさ、だからでももうやんなくていいんでしょ、まあ、うん、とりあえず、ね、とりあえずちょっとしばらく様子を見る、うんうん、よかったよかった、ね、それでまあタバコってそんなに枯れてるから影響ないと思ったんだけど、うん、あの人が吸ってるの見たらね、あの羨ましく思う、そりゃそうでしょ、咳が、うん、咳が止まんなかったんだけどね、あの女もそうだけど、女失礼ですか、女と別れた時にさ、タバコも別れて初めてその良さが分かるっていう、いやだからタバコをね吸うっていうことはその良くないってされてるんだけど、僕はあのずっと吸ってたのね、ただタバコの取材も受けたことあるんだけど、横浜のねあのある雑誌の取材とか、ただなんだろう、その昔から職人さんがね、うん、10時休みと3時休みって取ってて、うん、10時休みの時はあのちょっとそのタバコを吸いながらとかお茶飲みながら、うん、その話をするっていうね、うん、で3時もそうなんだけど、それで士気を高めるのよ、うん、仕事の、うん、だからそういうその行こうっていうことに関してね、あの僕はそのタバコとかっていうのはやっぱりその捨てる人はそういう気持ちがあると思うんだよね、うん、だからそれはもうすごく羨ましいよね、で良さは本当にねやめて分かる、女性もそうじゃん、別れて、いや別れて本当に良さが
あ、そんなことないか、お前。あ、ないか。お前、前ないかって。何の話ですか。憎しみあって別れることが俺なかったから。うん。あの、俺、感謝の気持ちがあったんだけども、向こうから、まあまあ、いろいろあるよね。いや、でも女性もそうだと思うよ、俺なんかね。あ、過ぎて分かるの、まあ、要は失敗だね。そう。失敗ですよね。うん。だから、失敗。その時に気がつかないと失敗でしょうね。そう、うん、そういう気持ちは僕はありますけどね。まあ人それぞれでしょう、ね。はい、お便り行きましょう。なんかお便りこれね、ミキさんのね。ミキさんの、皆さんこんにちは。雨模様の博多です。雨か。そう、今日はなんか天気こっちも悪くなるね。長崎にね、線状降水帯発生だから、もう気をつけてくださいね、うん。最近はもうこの国は温帯ではなくなった気候ですよね。うんうん、先週の放送もなんかふわっとした空気が良かったです、うん。ありがとうございます。個人的には倉手高校の飛んで腰を下ろせ。飛んで腰を下ろせやない、今日来てるのよ。伝統だったことが分かって良かったですけど、今日はちょっとさ、またね、マナコ君また今日来たね。ありがとう。先週に引き続きですね。うん、あの飛んで腰を下ろせって、はい、それ何だろう。これ T シャツ。あ、T シャツ。それがね、これ。うん、T シャツの写真だよね。高校の。うん、高校の。そう、飛んで腰を下ろせって号令があったんだって。それが伝統なって。倉手高校。今度。そしたらテレビで取り上げてやってたのね。テレビでやってたね。YouTube 見ました。あれも爆笑。送ってきて。でもそれ若い頃じゃないの。俺たちより上の先輩知らないでしょ。いや、そんなことないと思いますね。号令なんていうの、飛んで腰を下ろせっていうのよ。なんで飛ぶのですよ。実際にちょっとどんな感じですか。どんな感じ。はい、もう2週続けてご覧ください。はい、それで飛んでもう下ろせ。それさ、なんか意味があんのかしら。違ってたかもしれない。それ地べたに座るわけでしょ、椅子じゃなくて。腰悪くしないの。腰を痛くなるの、尾てい骨打ったら痛い。逆にポーンと飛ぶから伸びるんだね。伸びる。だから伸ばして、でも座った時の衝撃は、尾てい骨当たったら痛いよね。いや、まあ、それうまく着地して。あ、足で止める。手もこうやって。なんちゅう方向なの。なんだそれは。お前すごいね、 YouTube でね、私も見たの。もうね、爆笑。なんでこの意味なの。ローカル番組かなんかか。いや違うでしょ、あれは全国でしょ。面白い高校みたいなね。出てましたね。本当有名じゃん。だってすごいよね、倉手高校すごいね。意味を聞きたい。誰がやったんだろうね、最初に。体育の先生かね。伝統が分かってよかったですけど、いや、生徒全体それ全体とか新進方がとか言うわけ。それは九州弁じゃないですか。九州弁だけど、ね、だって昔はアナウンサーがさ、あの言ってたもんね、 JR って JR JR でしょ。そう JR でしょ。 J と Z とか逆なんだって。そう、少年何少年ほら分かんなくなっちゃう。どっちか分かんなくなる。 Z?うん、Z っていう、うん、少年 Z。 それはこう、あのトムと何ジェリー、うん、それをゼリーって言って、トムとゼリー、トムとゼリーは食べる、うん、トムとゼリーって言ってんだから。、ね、アナウンサーも。いや、そんなことないから。それってほら、要するに江戸弁っていうとさ、江戸の言葉と等しいとね、言えないと一緒だね。それと一緒。東富士カントリーを調べるって、東富士って市で探すのも、いや出てくるわけないじゃん、社長とか言ってね。そういうのはあります。あ、ミキさんごめんね、途中になっちゃって、ね、はい。今週は金尾商店、ゆったりと、ゆたっとした昼を過ごせそうです。金尾さん、はいはい、ご縁ですか。ゆたっとした、とにかくゆたっと過ごしてストレスためないようにしてくださいね。はいはい。まあ動くなってことは金尾さんには無理でしょうけど、うん、リクエストは雨なんでドリンキングダーレイン。いいね。ですけど、はい、いつも通りなんでも OK です。はい、OK です。おいらは先週はタイガースファンじゃないけどあれでした、あれスライダース博多公演でした。演奏もスライダースね、演奏ももちろんでしたけど、山下達郎さんが断言されている、うん、日本で一番音が良いホール、福岡市民会館並みにキャナルシティ劇場の音響が良かったことも感動しました。キャナルシティね。その翌日には金尾さんもご存知の吉村雄二郎の、うん、ソロに行き、変わらずバックアップ話をしてきました。あ、吉村雄二郎くん ね、この間あそこにも
ブルームードに来てくれてね。あ、そうです、そうです、うん、頑張ってね、やってるみたいでね、本当頑張ってください、ね。そして月曜日には久しぶりに青ちゃんこと青山春弘さんのライブに、あ、日本の R&B ね、 MC やります、うん、頑張ってください、ありがとうございます。 MC やるの、あ、よろしくね、言っといてね、青山、よろしくお伝えください、またラジオ来てください、ありがとうございます。じゃあリクエストもお答えしましょう、はい、Drinking in the Rain。調子が出てきました。気持ちいいことすると、うん、あ、ありがとうございます。松下先生、はい、行きますよ、どんどん登場、びっくり、来た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 よ、菊田俊介さん登場ですね、びっくりしちゃった。ギター持ってないね、ね、いや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 、ギターないから私ちょっと後で貸してちょっとメッセージ読んでようかな、今の間にね、うん、急にちょっと菊田俊介さん、ね、登場ですね、登場ですよ、びっくりしました、加納さん、としみさん、たけしさん、鈴木さん、こんにちは、はい、入院中の清水です。朝晩少しずつ秋めいてきたようですね、はい、入院しているのか分かりません、
加納さん4回目の抗がん剤治療お疲れ様です。どうもどうも。副作用が辛いと思いますが結果が良くて安心しました。がん、はい、細胞退散ですね。やはり超人です。それに比べなかなかこう回復せず入院中の私ですが、うん、この際徹底的に、検査してもらおうと思っています。はいはいはい。病気の話ばかりですいません、うん、1時間楽しみに聞いてますので、うん、歌って話してたくさん、パワーを送ってください。リクエストはみんな何でも OK です。はい、ということでね、清水さん、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。今ね素晴らしいゲスト、うん、飛び入り参加お疲れ様。ご紹介しましょう、ね、将軍オブザブルース春菊田こんにちは。いやいやいや、すいません、すいません、なんか突然お邪魔しちゃって。いやいやいや、お疲れ様。素晴らしい、ね、久しぶりなのよ、ね、久しぶりでしょ。だって中国行ってて、その後すぐ北海道座行って、ね、しばらく見ちゃった。そしたらあれかな、あのブルームードで一緒にやっている、あ、その前に何かうなぎ食べに行ったからね。あ、そうそう、あ、中国、そう、中国行く前にね。ですよね。そうそうそう、7月だよね、だから7月の十何日だよね。そう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 。だからもう2ヶ月ぐらい、ね、2ヶ月ぐらい。お元気でね、活躍、ね、中国すごかったですよ。盛り上がってね、おかげさまで。ねえ。あんなに中国ってブルースの、あの、要するにリスナーって、やっぱしゅんちゃんが10年ぐらいかけて作ったんでしょ。そうそうそう、まあまあそうですね、10年11年とかね、うん、最初行ってから、うん、そうでしょう、まあ、そうじゃないとね、一にしてならずよ、一日にしては。俺もびっくりしましたよ。すごい。もうだってどこ行っても満杯でしょ。そうそうですね、200、300人入ってた ね、 ね、うんうん、200人ぐらい。最後の方もっと入ってたわね、うん、ブルーノートもソールドアウトだし、うん、すごい、ね、私も行きたかったんですよね。甲州とかね、深圳とかもすごくたくさん入って、うん、ね、今回はあれよ、あの、うん、洪水とか結構大変だったけど、それをスイスイね、そうですね、すり抜けていったよね。そうそう、行く時もそうだし、帰る時もそうだし、ね、そうそうそう。だってあれ何箇所やったんですか今回。10箇所10箇所で 何キロぐらい。もうすごいよ、もう8000キロとかね。8000キロってどのくらいやろ。やっぱ中国大きいですからね。すごいね、すごいよ。新幹線とか飛行機とか乗り継いでみたいな感じで。やっぱ広いんだよね。広いですね、やっぱね。アメリカと同じで中国も広い、うん、だからやっぱりその、ね、要するに政治的にはね、いろんなことがあるかもしれないけども、うん、あの、中国も韓国もそうなんだけども、なんかやっぱりそういう音楽を通じてね、みんながやっぱり一つになれるっていうことは ね、ものすごくまたその政治家にできないようなねことはありますよね。そうですよね、うん、特にあの音楽の好きな連中みんなどこ行っても同じですから。そう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 よね。それはすごい。BB キング好きなやつはみんな BB キング好きな、ね、そう、何人でも関係ないよね。関係ない、関係ない、ね、聞くなって言われても隠れてでも聞くじゃない。なあ、ね、そうだよね、うん、今回あのその横浜のあれも、うん、そうそう、宣伝もしましょう。ちょっと宣伝してもらっちゃう、うん、9月、ね、23日22日からねブルースカンパニーのツアーが、はい、ツアーが、うん、あ、そうですか。だいたいわかります場所とか。22日は宇都宮。22日が、ね、宇都宮ですね。宇都宮のビートクラブで。あ、はいはい、ビートクラブ。金曜日の、ね、22日来週ですけど、はい、そうですね、で土曜日があの、ね、横浜のシルバーバックで。シルバーバック、ね、はい、はい、で日曜日の24日があの高崎 の、はい、あのジャマーズっていうすごく大きないいライブハウスなんですけど、うん、そこでね、まあ、ミニフェスティバルみたいな感じで。それは、群馬県ブルースカンパニーですね。ブルースカンパニーですね、はいはい、3日間とも、はいはい、うん、ですね。ね、よろしくお願いいたします。それ素晴らしいよね、うん、常になんかやっぱりツアー長くて体調大丈夫ですか。そうですね、あのおかげさまで、うん、ね、うん、しゅんちゃんいつ も歩いたりね、こう、あ、そうですね、もう散歩が趣味なんで、いや、しゅんちゃん言ってなかったけど、うん、俺がんが消えたのよ昨日。すごい。 CD 撮ったら10センチのがんが消えてた。すごい。それはすごい。それすごいね。それでね、それミラクル。だって一番最初の手術ができて命拾いしたんだけども、うん、手術の日に病院で内緒でしゅんちゃんがゲストの時に俺は電話で出るはずだから、あの病院から、病院の面会室があって今面会できないからちょうど空いてるんですよ。で前日に看護師さんに言ってそこの部屋を借りてたんだけど、その手術がたまたまその次の日になったんだけど、当日にそれはバレちゃって、あの外科の先生たちに。で、加納さん今日あのラジオに出られるんですかって、ひょっとしたら今日手術かもしれませんって言ったら大先生が来て、加納さん40分後に手術しますからって言われて、
命が助かったんで、だからその時ちょうどね、しゅんちゃんゲストで、ゲストっていうか、あの助っ人に来ていただいたんですよ。かなさんが入院してるんでね。あ、そうかそうか。そうそうそう、二人でね、そうやりました、やらせていただきました。あ、それがね、その時の手術の日で、ね、今日はほら消えた日にいます。そうだ、すごい、そうだ。お守りだ、お守り、守り神ですね。もうね、立てまつってください。いや、でもそれ素晴らしいですね。本当ね、そういう巡り合わせがあるね。いい、やっぱ楽しいことをやるとか、そうそうそう、笑ったり歌ったりすることはね、うんうん、いいんだよ、本当に。まあね。うん、そうだね、だって軽口だったね。そうですね、ね、ちょっとどうしましょうか。お便りね、ちょうどね、しゅんちゃん来てるからいいよ、この人。あ、しゅんちゃん、はい。金尾商店の皆さん、鈴木さん、こんにちは。はい、こんにちは。朝晩すっかり秋らしくなってきましたね。朝焼けは真っ赤に染まって晴れますが、日が昇ると雲が出て一気に曇り空、今日も蒸し暑いです。これは岡山の笑顔さんですよ。はい、笑顔さん。音楽魂の配信もたくさん楽しませていただきありがとうございます。ありがとうございます。次はしゅんさん率いるブルカンの配信を見ます。ビートクラブさんの映像と音響、照明も素晴らしいですね。地方に住んでいる者としては、遠くにいてもその場で、共有できることが嬉しいです。あのね、僕もね、あの、うん、一度二度ぐらいかな、あの伺ったことあるんですけど、うん、ビートクラブっていうライブハウスは、もうあの配信をどこよりも先にやってたのね。そうですね。それだからね、テレビのスタジオみたいになってるよ。うん、そうそうそう、ライブハウスが、うん、ライブハウスっていうか、要するにこう高いカメラでこう動かせるじゃん、うん、あのテレビ局によくあるような、うん、ああいう感じにもなってるし、うん、だからバックもね、絵が流れる、ニューヨークだ、シカゴだっていうのね、うん、そういうのもあるし、あれはまたかっこいいね。だからちょっとやっぱりこう新しかったよね。あの新しかったって 早かったからね、決断が早かったんだよね、うん、だから すごい、うん、ね、すごい、あのいい映像ですよ ね。9月22日のことですよ。その日は孫の誕生日ですって、うん、ああよかったね、おめでとうございます。お孫さんいらっしゃるの、笑顔さん、うん、でしょうね、お孫って書いてあるあ、そうだね、金尾さんもお孫さんの成長が楽しみですね。いやいやいや、僕はなかなかね、複雑でなかなかいやいや、ちょっと会ったりもできないんですけど、ガンジーお誕生日のプレゼントあって、そのうち電話もしてくるようになりますよ。そうですかね、お孫さんの大切な時間を楽しんでくださいね。いや、この間行ったらほっぺたも もう叩かれちゃって、何回も何回もいや、なんかね、赤ん坊はやるでしょう、それ ね本当、映像流してもいいかな、私が書き取りありますよね。バチ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 叩くのよ、うん、だからなんか俺に憎しみがあるんだよ。憎しみなんかないそれ以来会ってないんだよ。分からないよね、うん、金尾さんの前向きな生き方大賛成です。私のお友達の、はい、ショットガンビリーさん、ボーカルは出会った16年前は末期の膵臓がんでしたが、大好きな音楽と笑いと歌って、うん、仲間とライブ活動して今でも元気です。そうですね、うん、やっぱり人生楽しまなくちゃです ね、はいはい、リクエストは77音頭、うんうん、今日はとしみさんの歌もたくさん聴けるかな、うん、お蕎麦をお願いします。そうそう、岡山には珍しい赤い蕎麦の花を咲かせる棚田があります。ほうほう、普通は白いのですが、綺麗な赤い棚田は見事です。しゅんさんが4月にしたライブ神もみ棚田の近くで赤い蕎麦亭という美味しいお蕎麦屋さんがありますという。あ、前にね、うん、行ったら ね写真も ね送っていただいたんですけど、ね、うん、ありがとうございます。湯川さん喜んでますよ、今日ね、スタジオにしゅんちゃんおそらくね来てくれたんで、ね、よかったですよ。しゅんちゃんのファンで、うん、しゅんちゃんからこの番組を知ったというね、そうですね、今やもうね、毎週お手紙をいただいてありがとうございます、ね、ありがたいですよね、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。としみさんのそば屋、いやいや、いい、そば、いいよ、うん、はい、自分のあれが来てたでしょ、リクエストが77、いや、それもやるけど、いや、しゅんちゃん、せっかくだからしゅんちゃんに知られたよね、なんか、うん、そうそう、しゅんちゃん何なんかやってくださいよ、一緒にギター、あ、ちょっと蕎麦屋からやりましょう、蕎麦屋は、いいよ。皆さんお蕎麦はいかが、おなじみチャルメラ蕎麦屋町から町へとこそぼそながらも楽しいチャルメラ蕎麦屋でござる。おっさんパイチご機嫌、ほら危ない千鳥足、はい、一丁上がりよ、つるつるつる、はい、どありよ。さて東京名
lots of things to eat in Japan. And I'm trying every new dish that I can. But for girl fashion eating, here's a distant camping building. And trying from cooking with this old soba man. When this soba slap in charm and Shinbashi, I'm a little noodle second time along this town. When the dreaded down start to wreck my stomach, start to ache it, just get out there, slap on soba down. Oh, soba. Oh, soba. はい、おそば。もうボロボロ。歌詞がね、飛んじゃいました。ごめんなさいね、急に。振られて松下先生どうしたんでしょうか。いやもう最近歌ってないじゃないですかこの歌はね。そうそう、いやそれがね生放送のいいところ。いやいやいや、もう恥をかかせられて。じゃあのリクエスト、あのあれ行こうか、あのフリオチューネのすすめね、フリオチューネのすすめを歌って、しゅんちゃんと一緒になんかやりますかね。フリオチューネ行きましょうか。歌弾いてもらったと。フリオチューネ弾いてもらう。俺歌だけ。あもういいんだよ。それだったらあれ したいな俺。何？あのスイートホーム。ああいいんじゃないですか。僕の歌いいっすかね。もう全然ぜひ来て、来て。あちょっと待って、たけしと、あ俺が弾いた方がいいのか。じゃあたけちゃんのを借りる。うん、うん、スイートホームじゃあ やりますか。貸してもらって。はい、いいですか。あ、いいですか。あ、すいません。じゃあイエイ、いい音してるのこれね。フリオチューネもやるけど、OK です。マイクもやって、うん。はいはい。両方ね。どうしましょう。僕は最初歌って。歌ってください。うん、もう全然。いいですか。がっつり言ってください。歌から。はい。
き。早速来てる、しびれるね。10月楽しみにしてます。コーチの、岡崎から。岡崎さん、ありがとうございます、はい、ね、10月ね、一緒にさっき話してたんだけど ね、岡崎ね、そういえば初めて行きますか、ね、あの初めて行きますけど、 10月23日パラダイム、ね、菊田俊介さんのね、あのところでちょっとあのやらせて、そうゲストでちょこっとだけうん、ちょこっとですんかな、ちょこっとね、うん、まあ、あのお邪魔して、ね、はい、お便りは大体そんな感じですか、はい、そうですね、お便り読みましたね。ああ そこの、はい、岡崎さんじゃ、あのあれ高知の、はいはい、なん、パラダイム、パラダイムの、それドラムのね、あの高知の小野さん、小野秀夫さんの紹介で、うんうんうん、ああそうなんだ、そうなんですよね。小野さんと一緒にあのプレイしたことはないんですけども、あの一緒に飲んだことあるのよ。小野さんいい、ね、小野さんいい人だね、うん、酒ごすになっちゃったもん。あ、そうなんですか。小野さんってもともとエピックなのよ。あ、そう、話聞いてたら。そうですか。そうそう、同じぐらいの時で、小野さんたちはバンドでなんかすごく売れてたみたいな感じ、うんうんうん、そういうこともあって、それと僕の友達、九州の友達の ドラマーが上田君っているんだけど、もう昭和時代からの知り合いなんだけども、彼がそこに行ってマスターとか知ってて、マスターとかのギターとか弾いてある方みたいな、ね、よろしくお伝えくださいみたいなこと、ああ知り合いで、ね、あさりさんって言いますけどね、うん、そう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 、17年ぐらいか20年近くやってるみたいですね。しゅんちゃんも何年ぶり、結構行ってないでしょ。コーチはもう 10年以上、ちょっと10年ぐらいですね、10年ぐらい行ってない、うん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 、10年ぶりぐらい、うん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 、そこは初めてだよね、パラダイムはね。そうですね、そうそうそう、うん、マイクのね、あの指示もしなきゃ、普通に喋ってた、そうそうそう、普通に振られるからね、歌も本当に嫌だな、今日いや、あ、失礼しました、本当嫌だな、そんなこと言わないで、俺は今日はもうあの気持ちよく歌わせてもらって、抗がん剤で、そうそう、がんも消えたからね、すごいすごい、がんが消えたっていうのがありえるのね。いやだからね、ちょっとね、あの聞いたのね、相性が良かったに近いよね、そういうのあるでしょ、あるよね、うん、相性、そういうのもあるんだろうけど ね、うん、ただやっぱりあのやっぱりいろんな人がね、あの病院にいて思ったんだけど、やっぱり不安に満ちてるわけじゃない、うんうん、だからそのもっと楽しいことをね、うん、あのだんだん良くなりましたとか、うん、そういうこともやっぱりいろいろ伝えてあげたり、うん、お金のことと家族のこととかもすごいみんな心配があるからね、そういう雰囲気を作るのもいいよね、うん、病院でね、そうですね、うん、先生にもその話なんだけど、ラジオで言ってますよっつって、で、あのあれしようか時間が見えない、やんないけど、ごめん、振り落ちるんですね、はいはい、行きましょう。ね、打ち込みよろしくお願いします。打ち込み。わかんないよね。打ち込み、マッシュ、マッシュだからね。オッケーです。あ、それを打ち込み。ワン、ツー、スリー、フォー。なあ、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 なあ。叩かれた分だけ強くなれるのさ、嫌われても逃げられても俺はめげないぜ、振られた分だけ強くなれるのさ、終わり道だと言うけれど眠れない。
さ。あっち向いてほい、こっち向いて、あなたに首かけ。そんな気持ち巻いて初めてさ。今日は花尾翔君ですよ。お相手は、はい、バンドたけしです、はい、松下としみと花尾翔でございました、okay. また来週お会いいたしましょう。 See you next time。あの人は今はない。